疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとふぅじゃねえって。もう一回お願いします。もう一回お願いします。一人で初めてちょっとリュウジさんと来たんですけど、緊張気味ですね。どんな緊張なんだって。寺木さんとかだとめちゃめちゃ、なんていうんですか、家みたいな感じなんですけど。なんだって家逆に、俺寺木さんに逆に失礼だし。ちょっと早速本題なんですけど、つい最近公開されたあの塗装職人さんに聞いた足場のランキングの動画って見られました？見てない。見てないんですか？見てないよ。ざっくり内容を説明すると、塗装の職人さんに自社の足場立ててもらった方のどの方の足場がいいかっていうのを順番に聞いてってるんですけど、それが今浜野さんと寺岸さん動画上がってて、どちらも一番いいっていうのがトシさんが組まれた足場、寺岸さんは2番目は寺道さん、もう今自社ではないと思うんですけど、で3位以下の方はもうみんな、なんていうんですか、同じぐらいというか、その、悪いっていう意味じゃなくて、もうみんな一緒ぐらいでいいっていう感じなんですけど、龍一さん的にはやっぱその身内から見ても、その足場班から見てもそういう感じなんですかね。何ボゾボゾ喋ってた。ボゾボゾ喋っとったら何が何でか分からんってよ、お前。すいません、はっきり喋れや。その同じ足場班の方から見てもトシさんの足場っていうのはやっぱいいんですかね。いや、もう分かんないね。俺からすれば、みんな同じじゃないの、やり方は。でもなんか塗装職人さんに聞くと、なんか人によって結構やっぱ違いがあって。あるじゃない、違いはもちろん。なおさらだから、まあトシ君の踏み方が寺内君と、浜野さんには合ってるってことで。そういうのが。ただ人それぞれに合ってる足場感じゃないの、やっぱり。足場の方たちでその塗装職人さんの足場組むっていう時に、やっぱ意識してることってやっぱそれぞれ、まあ、基本はだって壁から触れればでまず第一じゃない。あ、足場から壁が触れるっていうのと、あとはやっぱダンスですよ。板の位置でってことでしょ、はい、結局は上がいいのか下がいいのか、まあ、それはもうその人たちに合わせて取ったらもう切りないから、あ、均等に取ってるところもあるね、やっぱり。だからこれが塗りづらい、これが塗りやすいじゃなくて、その中の均等を取ってるっていうイメージがあるね。あ、でも他の足場屋さんよりは絶対レベルが高いはずだから、うちの足場屋さんは、はい、それは。そうそうそう、職人さんも言われてます。だから別にトシ君が1位だからって、トシ君のこと真似しようっていうあれもないし、おのおのいろいろやっぱ組み方あるんじゃないかな。塗りづらい、塗りやすい、塗りづらいもあるかもしれんけど、そうっすね。なんだって、そうっすね。下手くそか、お前。まだ下手なんです。でも逆から言えれば、はい、俺らも最初に入って最後に出るじゃん。はい、足場組んで、はい、あの観光したら俺らが足場ばらすじゃん、はい、ピンキの上手い下手もあるはずよ。それも足場屋さんから見ても。ただでも俺らは誰が入っとるか分からんから。ああ、そうなんです。最後絶対には、はい、それも面白いよね、逆に言えば。俺らが仕上がり見ても、その足場が塗りづらいからねとか言っとる人もおるかもしれんじゃん、はい、じゃあそれで、じゃあペンキが下手くそなんですかっていうことになる。仕上がりは良くないとダメですよね、本当は。そりゃそうだよ。でも個性が出るやん、やっぱ塗りだもん、ね、手で塗るからさ。まあ足場も一緒でさ、個性絶対出るはずだから、手抜く人は抜くかもしれんし、綺麗に塗っとる人は綺麗に塗っとるかもしれんし、まあ、名前さえ分かればね、それも俺らも言うけど、はい、まあ、実際誰が入ってるかなんて知らんから俺らも。これは職人さんもちょっとドキッとする動画ですね、これは。だと思うよ、やっぱ足場は最初に入って最後に出るしね。はい、ゴミが汚いとかさ、掃除、ペンキカスが残ってるとか、シーリングのカスが残ってるとかさ、はい、俺らが最後見るわけ、はい、だからね、なおさら、あ、この人は綺麗にやっとんだとかもあるし。そういうところ、なんか社内でコミュニケーション取れると、なんかどんどん良くなっていきそうな話ですね。まあね、それが一番手っ取り早いけどね、はい、ただ難しいよね。俺らは職人で、はい、営業を通してアドバイザーとか通していちいち塗装に話すからさ、こうやって連携してるのかいね、はい、毎回、はい、で1日の物件とかも多いわけや、はい、だからね、それを換算するとその時間があるのかな、うん、難しいところだよね。だからプランナーがいるんじゃないのかな。あ、営業の下にプランナーがあるから、はい、足場管理して、はい、塗装の壁管理してって。まあでも俺らの足場のレベルは、はい、絶対他の足場やったら絶対レベル高いはずだから、だからやっぱ他の業者からも、はい、組んでくださいって言われるし、他の業者切ってうちの会社来て組んでくださいっていう業者もいれば。そうなんです、ね、うん、まあ、1個はね、はい、もう今結構家が大きいじゃん、はい、今結構300超えの家とかが多いよ、うん、350、380って、はい、家があるとね、やっぱり材料がね乗り切らんだよ、トラックに。ああ、
このやっぱ化石祭っていうのが一番怖いから、はい、俺らは、はい、でなんか一番塗りやすい人って、はい、足場業界では5級とか 5から板入れて最後に9入れるとか、はい、4から入れて8に板入れるかで全然高さが変わるんだけど板も、はい、5から入れるとだいたい一発目のアンチが、はい、もう2メーターちょっとあるんだわ。あでそうすると1層目に板を入れてほしいとか言う人も、はい、テレグシ君も言ってたよ、テレ道は3段入ってるって。そうですね、それってよく言えばその分材料いるよね、うん、でただでもその材料を乗せてこいって言われても、はい、化石さえしてまで俺らが材料を持っていくかって言ったら難しいところもあるね。あ俺らは化石さえして捕まったらやっぱ免許なくなるし、はい、お金は取られるし、はい、じゃあ俺らはそこまでやってじゃあ逆にカバーしてくれるっていうかさ、うん、身代わりになってくれるんですかって言ったら、はい、なってくれるじゃん、はい、板を入れるってほしいっていうのを簡単に言えるけど、はい、俺らの気持ちも考えてほしいね少しは。うん、で俺らは一番怖いのは化石体だからもちろん、はい、1トンとか500をオーバーするだけで俺らは捕まるからね。うん、それもちろん俺らはね下から全部板入れたら綺麗だし塗りやすいなとか思うけど、はい、その分材料いるし、はい、もうどうしたら塗りやすいかっていうのはもう分かってはいるってことですよね。もちろんそうさ、だってね、はい、ピチピチって人間が立った位置から板があって塗れれば一番塗りやすいじゃん、うん、だけどまあ家によっては材料めっちゃいるとこもあるしさ、はい、だからそう考えると難しいよねやっぱり。本当にそういうルールをちゃんと守ってるってことですもんね。そうそうそう、だって迷惑かかるじゃん、だって俺らが免許なくなったらさ。そうですね、で今自社の塗装もそうだけど俺らが足場不明くなったらさ他の業者に頼まなかったわけだ。そうですね、でもそうするとね、はい、会社的にはあんまり利益なのかなやっぱり、はい、だそう考えると、はい、俺らは免許大事にしながらやっぱり一人二人が亡くなっただけでもうなおさら違うから。そうですね、めちゃめちゃ影響はでかいですよ、ね、影響でかいよ。ありがとうございます。どう思いますかあなたは。どう思いますかですか、うん、俺が言った意見に対して、はい、どんなふうに思った。あーでももう決められたルールを守ってその中で最大限やられてるっていうことなんで、うん、もうなんていうんですかね、まあ、職人さんもその気持ちを組むのはあのですね。全然まとまりきかなかった。全然まとまりきらんやわ。こだわったらもうこだわりだしたらもう切れないし、もちろん、そういうのを考えるともう本当にトシさんとか寺道さんはそのルールの中で最大限やってたってことですか、ね、じゃないかな、トシ君とかじゃないですか。 ある程度の、また県によっても組み方違うしね、足場屋さんで。あ、そうなんですか。やっぱやり方あると思う、いろんな組み方が。他の足場屋さんと会う機会が楽しみですね。まあそうだね、なんかまた近々会うのね。そうですね、あんまりまだ言えないんですけど、まあ、こういうのもありなんじゃない。そうですね、またなんか、だから逆に俺が質問をした対して、はい、その浜田さんとかテレキさんの話聞きたいわ、はい、ああそうですね、またじゃあそう、その返事待ってます。あ、いいですね、テレキ君。、はい、浜田さん、返事待ってます。宣伝とかってお願いします。知らん。もう2年、もう YouTube やるだけどれぐらい、2年ぐらい、2年3年ぐらい。そうですね、もうそれなのに全然宣伝してない。じゃあ宣伝はその画像でパッて出してもらいます。そう、ここに出てるんでね。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。